年末の忙しい中お集まりいただき本当にありがとうございます。今シーズンをもって鹿島アントラーズでサッカー選手を得るっていう決断の報告をしたく、今日の会見の場を設けさせてもらいました。よろしくお願いします。辞めるっていう決断をした最大の理由としては、今シーズン1年を振り返ってみて、なかなか試合に出る機会が少なくなり、そしてピッチの上でチームを勝たせることができなくなってきたっていうのが最大の理由です。今の心境としては本当にサッカーが大好きだし、アントラーズが大好きだし、まだまだサッカーをやりたい気持ちがあるっていうのが正直な気持ちですけれども、本当にチームが好きだからこそ、このチームがさらに強くなっていくためには自分が出場するよりもっとこれから、若い選手、これからの選手たちにピッチに立ってほしいって思ったのも一つで、やっぱりそれが今後アントラーズが強くなっていくために必要なことだと思ったんで、まあ自分は身を引く時が来たかなっていう思いで、決断しました。数多くのタイトルを取らせていただきましたし、すごくいい思いもさせてもらったんですけど、自分の中ではいい思い出よりも逆に悔しい思い出の方がすごく多くて、自分のせいで負けた試合もたくさんありますし、あと一歩で取れなかったタイトルも数多くあるので、そっちの思い出の方が強くて、だから来シーズンいるアントラーズの選手たちには常にタイトルを取り続けるチームであってほしいし、常に勝利を目指して数多くのタイトルをこう積み重ねていってほしいなというふうに思います。やはり鹿島アントラーズにここまで育ててもらったので、これからは、自分は恩返ししていきたいという気持ちが強くなり、具体的なことはこれから話をさせていただこうとは思うんですけど、アントラーズが強くあるために、もっともっと成長していくために、そこの力に何かなれるようなものを自分なりに見つけていきたいなと思っています。これまで応援していただいたサポーターの皆さんには感謝の気持ちしかないですし、いい時も悪い時も、鹿島アントラーズまたは自分を応援してくれて、本当にその声援のおかげでここまでやってこれましたし、すごい感謝していますし、これからも鹿島アントラーズを応援していってほしいなというふうに思います。本当に多くのものを学ばせていただきましたし、まずはやっぱりジーコからの教えで、このチームは常にタイトルを取り続けなきゃいけないっていうのを言われ続けて、そのために、24時間サッカーのことを考え、練習で 100% やり、それをしない試合につなげ勝利を目指せって言われてきたのが、一番ここで教わったことで、あとはまあ、こう自分がいざ辞めるとなった時にすごく感じたのは、やはりこれまで、いろんなものを築いてきたクラブスタッフ、あとは偉大な OB の方々が、最後までこのチームでやり遂げたっていう姿を見てきたので、自分もそれをするべきだと思ったし、だからこそこのクラブは強くあり続けると思うんで、その伝統ってものは受け継いでいってほしいなっていうふうに思います。日付がいつっていうのはないですけれども、自分の思いとしてはやはりピッチでプレーしたい、勝ちたいっていう思いがすごく強いので、それができなくなってきた時には身を引くっていうのは
だいぶ前から決めてたことで、で今シーズンの1年振り返ってる時にその時が来たなっていうのがあったので、ここっていうのはないですけど、前から決めてたことではありました。で選手スタッフの皆さんにはシーズン途中に伝えるのが正解だったかもしれないですけど、自分としては最後の最後までやって全てを終えてからみんなに報告したくて、クラブワールドカップの3位決定戦のリーベル戦が終わった後に、クラブスタッフと選手の皆さんには挨拶させてもらいました。ジーコにも一番最後の全部終わってからって思ったんですけど、ちょっと飛行機のブラジルに帰国するってことで飛行機の都合上あったので、リーベル戦の試合の前に伝えました。まあ嬉しかったのは自分がここまでやってきたこと、そして最後までそれをやり遂げたことに拍手を送りたいって言ってくれたのがすごく嬉しかったですし、今後の相談もしたときにやっぱりアントラーズに恩返しがしたいっていうのを言ったときに、やっぱりジーコもそうするべきだって言ってくれて、やはり今後はジーコからもいろんなものを学びたいと思ってますし、ジーコがこれまで築き上げてきたもの、そういうものを引き継いでアントラーズのために、いろんなことをやってみたいなというふうに思ってます。代表についていろんな思い出はありますけれども、あまり過去を振り返るのは好きではないんですけど、まあ、今思うと一番思い出あるのはやはりワールドユースで準優勝した時のことであり、自分がここまでサッカー選手としてやってきた時に本当にいろんな影響を受けたのは同級生のライバルたちで、まあ、アントラーズに入団した時もそうですけど、中田、元山、曽川畑と、あとまあ他に2名いますけど、一緒に入団してやれたことが自分の財産になったし、ワールドユースの時もいろんな素晴らしい選手たちがいて、そういう人たちがいたからここまでやってくれたと思いますし、まあ、自分はサッカー選手を読めますけれども、その同級生、曽川畑、元山、あとは、まあ、他チームになってしまいますけど、小野伸二、稲本はやっぱりまだまだ頑張ってほしいと思いますし、最後までかなわない素晴らしい選手たちだと思うんで、彼らにはまだまだ頑張ってほしいなっていう思いがあります。いや、自分の乾杯です。なんで最初から最後まで勝てなかったなっていう、本当に偉大な選手たちだと思います。まあ、自分が偉そうに言える立場かわからないですけど、まあ、始まってどんどんいろんなものも進化してきて、日本のサッカーは成長しているとは思うんですけれども、この間クラブワールドカップをやって思ったのは、やっぱりまだまだ世界との差はあるし、日本も追いついて追い越していかなきゃいけないと思うし、アントラーズもああいう舞台で勝てるようなチームを目指すべきだと思って、だから J リーグもいろんなクラブありますけど、お互い競争して、ただそれが J リーグだけの競争じゃなくて、もっとアジア世界で勝っていけるチームが出ていくことが日本のサッカーの発展になるし、やっぱもっともっとやらなきゃいけないことはあるなっていうふうに感じました。何をもって面白いかと思うところは人それぞれあると思うんですけど、やっぱり自分は勝った時が嬉しいし、タイトルを取れた時が嬉しいんで、やっぱそれが一番思い出ですけど、でもやっぱり世界にはいろんな選手がいて、まあ、Jリーグで自分はタイトルを数多く取らせてもらいましたけど、世界的に見たらまだまだの選手なんで、だからそのヨーロッパや南米のクラブから学ぶことはあると思うし、まあ、そういうところにいざ行って自分も学んでみたいなっていう気
気持ちはあるんで、まあ、今後やりたいことの一つとしてそういうのもやってみたいなとは思ってます。あれから年数経ちましたけど、まだ復興の途中っていう現実がありますが、早く復興してもらって、その、まあ、いろんなものの支援とかそういうのが終わるのが本来あると思うんで、早く元の町に戻ってほしいし、まあその、手助けにはなりたいとは思いますけども、早く復興してほしいっていうのが一番の思いです。ただやっぱりそれを活動を続けていく中で思いも出てきて、やっぱり東北のああいう地からまた J リーガーってものは出てきてほしいなと思いますし、まあ、そういう働きかけっていうのも今後やれるんであればやっていきたいとは思っています。まああまり仲間の話をこういう場でするのが適切かどうかわからないんですで、まあ、細かいことはあまり言いたくないですけれども、まあ自分の気持ちとしては元山そば畑にはまだまだ頑張ってほしいっていうのは伝えました。細かいことちょっとすいません。本当選手として突っ走ってきたんで、今すぐ何かをやりたいっていうのはまだなくて、まあ、具体的な話はこれからチームの方とさせてもらえたらなっていうふうに思ってます。ゴールではないんですけど、一番残ってるシーンといえば、何年か分かんないですけど、ナビスコカップ決勝で PK 戦で自分がキーパーに止められてしまって失ったタイトルの、あのインサイドキック一つが自分の中ですごく印象深くて、自分のミス一つでいろんな人の思いをこうなんていうんですかね、一つのキックで試合を勝てることもあれば負けることもあるんで、すごくインサイドキックを狙ったところに蹴るっていう大切さをすごく感じたし、自分のミスで負けたっていう思いがすごくあるので、思い出に残る一番のシーンって言われればパッと出てくるのはそれかなと思います。本当に悲願の ACL タイトル取れたのは素直に嬉しく思いますけど、まあ、みんな美談にしてくれますが、実は恥ずかしくて本当に嫌で、やはり本音としてはピッチに立って貢献したかったっていうのがあったんで、ちょっと恥ずかしかったです。いろんな考え方あると思うんですけども、他のチームにやって行ってやるっていうのも一つの選択肢ですし、ただ本当に自分アントラーズが好きだし、好きだからこそやめるっていう決断できたし、自分はこのチームで終えたいって思ったんで、他のチームでやるっていうよりかはこのチームで違った形で恩返しして、違う立場でチームのためになっていきたいっていう思いがあったので、他のチームでやるっていう選択肢は全くなかったです。まあ、先ほども言いましたけど、本当にタイトルを取り続けるチームであってほしいし、あとは本当クラブワールドカップで負けた悔しさが最後に残ったんで、ああいうところでも勝っていってほしいし、そのためにはもっと練習の質、熱ってものを上げていかなきゃいけないと思うんで、まあ、そのために何をするべきかっていうのは整理して、そういうのを また違った立場で自分も歓迎していければいいかなというふうには思いますけど、とにかくタイトルを取り続けるチームであってほしいんで、そこに向かってみんなで頑張ってほしいなと思います。本当にピッチに立って勝ちたいっていう思いがあったんで、それができなくなったっていうのが本当に、それが続いたこともあったので、それが本当の原因で、
膝の怪我とかではなくて、まあ、確かに痛い時もありましたけど、それが原因ではないのは確かで、まあ、実際練習もしてましたし、いつでも試合で準備はできてたんで、その上で自分が出番を失ったっていうのは自分の実力不足だと思うし、まあ、そういう立ち位置になったんで、そういう立場を自分は理解しなきゃいけないと思ったこともあり、そうですね、やっぱりピッチに立って勝ちたいっていう思いが、それが叶わなくなったっていうのが、まあ、理由の最大の理由の一つですが、そういう子どもたちにメッセージを残していただきたいと思います。よろしくお願いします。まあ、今後のことについてアントラーズに恩返ししたいっていう気持ちもありますし、お世話になった岩手東北地方にやっぱり恩返しもしていきたいっていう気持ちもあるので、Jリーグ全体を見渡すと東北出身、岩手出身の J リーガーってすごく少ないので、やっぱり同じ東北で生まれ育った人間としてどんどん出てきてほしいなって思いますし、そういう土台作りじゃないですけど、今後そういう舞台に出てくる選手が出てくるような働きかけっていうのは続けてしたいなと思ってます。自分自身誇れるものではなくて、自分がやってきたことっていうのは本当に偉大な OB たちの、俺は自分は真似してきただけなんで、いい時も悪い時もどういう立ち振る舞いをすべきか、そういうものをやはり先輩たちから見て学んできたんで、それを、やってきたの自分で誇ることではないかなと思うし、その OB たちが本当に素晴らしかったことで、自分で誇れることは何一つないです。あまり過去を振り返ったり数字を語るのは好きじゃないんですけど、本当にでもタイトルって一人の力で取れるものじゃないんで、やっぱりみんなで取ったものだし、自分が取ったっていうふうには全く思ってないですし、それ以上に失ったタイトルも何十個もあるんで、その悔しさがすごくありますが、やはりそれだけのタイトルを取れたってことは、ジーコが植え付けた勝負にこだわるっていうところで、勝負から逆算して試合を組み立てるし、考えながらプレーするべきだし、だからこれからアントラーズが強くなっていくためには、そこをもっとできれば勝っていけると思うんで、クラブワールドカップでも、準決勝3位決定戦と負けましたが、確かにレベルの強い相手ではあったんですが、自分はレベルの差があってもやりようによっては勝つ方法っていうものがあると思うんで、それを覚えていけば、覚えて、ピッチで表現できるようになっていけば、もっともっとこのクラブは強くなっていくと思うんで、まあ、そういったものを伝えていきたいなっていう気持ちもあります。いや、特にそういうのはないです。本当に最後勝ちたかったし、なんとか点取って勝って終わりたかったなっていう思いだけで、自分のだけのことを考えれば、最後やっぱりクラブワールドカップ優勝してハッピーエンドで終わりたかったんですけど、悔しいまま終わるってのもなんか自分らしかったのかなっていうふうには思います。まあ、途中でも言いましたけど、本当に自分がここまでやってこれたモチベーションっていうものは同期たちであり、中田、曽我畑、本山、彼らと負けたくない、そういう思いでやってたんで、本当に彼らと一緒にサッカーできてよかったなと思うし、まあ、いろんな競争してきましたけど、やっぱりライバルは必要だったんで、自分にとって彼らの存在が大きなモチベーションでした。最初の質問なんだっけ？プロフェッショナルとは、あんまり深く考えてなかったです。
でもそれはありましたけど、本当に最後自分がなかなか試合出れなくなってベンチから外れることもあった時に感じたのは、やはり中田浩二が見せてきた姿であり、柳沢さんが見せてきてくれた姿であり、本田さんとかが見せてきた姿であり、やっぱりそれを自分も最後までもちろん悔しさもあるけどやり通すべきだっていうのをすごく感じて、最後のシーズン中田浩二もなかなか出場機会なかったですけど、練習を一日も休むことなく最後の最後までやったのを見たんで、自分もそれをするべきだっていうふうに思って、だから最後まで自分を押し殺してチームのためにやるっていうのは最後の最後まで心がけたことでした。家族のことは家族の中でとどめたいんで、恥ずかしいんでここでは恥ずかしくて言えないです。まあ自分に特にこれといった武器がないんで、まずはいろんなものを見てどういう道に進みたいかっていうのを整理していきたいなと思ってますし、まずは選手を辞めてそれ以外のことっていうのは素人なんで、まずは勉強、いろんなものを見て勉強してみたいっていう思いがあるんで、まあ何をやるっていうのは自分の気持ちだけで決められるものでもないと思うんで、その辺はクラブに相談させてもらいながらですけど、まずはいろんな勉強をしたいっていう気持ちが今はあります。その辺については自分の意向でどうなるものでもないんで、少しクラブと話していきながらどうするのがいいのかは相談させてもらいたいなと思いますけど、まあ、個人的に引退試合とかはやりたくなくてあまり人前に出て目立つのが嫌なんで、やるんだったら自分は真剣勝負の試合がしたいんで、個人の思いとしてはそういうものは望んでないです。ありがとうございました。